こんにちは、ライブです。はい、ということで、今回極みフェスカウントダウンラッキー装備召喚ボリューム1が、本日やってきましたので、24時間限定ということなので、はい、早速引いていきたいと。今回はまとい必殺技付き装備が確定ですね。これがですね、バースト以上が一つ確定ということなので、うん、かなりいいよね。ラインナップとしてはかなりで、超絶も出るということなので、すでに、引いてる方のスクショとか 見ましたけど、かなり当たり率が高いで、星6率がですね 4% かな、はい、で星5率 10% なので、まあ、うん、超絶出る可能性全然あるので欲しいです。ティーナ超絶だったりとか、ね、他にも、ベイン超絶だったりとか、その辺とかも狙って、では行きます。でもこれね、バースト1個とかだったらマジで辛い。これがバースト1個とかだったらマジできつい。さあ、どうだどうだどうだ、マジで頼むわ。年末年始いい思いさせてほしい。うわなんか最近運ないんだよな。こないだのガイド召喚のね、ガイドじゃないな、バースト1個確定でもらえるっていうガチャ動画撮りましたけど、あ、ベアトリックスってバーストでまとえるんだ。バーストでまとえるんです。これバースト2かな、多分。バースト1が確か弱体化だった気がするの、これバースト2か。まあそれにしてもですよ。ベアトリックスか。まあ、マーシュとかね、持ってたら使わないよね。ヒカセンとか持ってたら、まあそんな使わない。あー、まあ、これ単体で見れば結構強そうなんだけど、マジか、超絶超期待したんだけど、超絶だけに超絶期待してたんだけど、今回のラッキーは、あー、これはへこむわ、これはへこむ、相当期待してた。まあまだ超絶確定ガチャも一応あるんで、そっちに期待かなというところですけど、これはへこむわ。はい、というところでラッキー装備召喚ボリューム1の動画はここまでで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。